ある日、突然アジトを訪ねてきたのは私の父親だった。活動家の先輩か何か知らないけど、口出しはするし、マウントは取るし、もう最悪。さらにお父さんはとんでもないことを口にし始めた。次回、過激派たちのいるところ、第9話、真の革命戦士。みんなもゲバボーゲットだぜ。